どうもこんにちは、加瀬一介です。今日は2021年4月の17日、時刻は18時10分ということで、最終決戦に臨んでいく、直前というところで、動画の方を撮っております。なんか微妙なこう緊張感を感じながらですね、最後の戦いに挑んでいきたいというふうに思っております。なんかもう本当いよいよ最後だなと思うと、なんかちょっとこうちょっと違和感があるというか、なんかちょっと変な感じというか、なんかそんな風に感じています。いやー、まだ勝するのは早いんでいろいろ言いたいんですけど、それをぐっとこらえて、プレイ時間31時間23分で、最終工程の HP950 っていうのは今までで最高レベルになってます。ロマンシングサガ2を今回の録音録画で締めていきたいと思います。動画自体は2編になるかなとは思ってるんですけど、エンディングまで行って、そして最後書評をして終わりという形になりますから、これがもう本当に最後の最後になるかなと思います。とにかくまあなんかいい動画を撮りたいなっていうのもあるんですけど、それ以上にやっぱ自分が楽しんでいきたいかなと思いながら撮っていきたいと思います。それでは始めてまいります。はい、ゴブリンの穴を前回制圧しましたよというところで、止めておりまして、で最後アバロンに戻って、で、ちょっと一応体力を回復してから、であと最後にですね、魔石の指輪をゲットしてから、それがもう結構キーになるアイテムですから、魔石用の指輪を取って、そして、大表現ですね、いよいよシチュエが待っている大表現に向かっていきたいと思います。先ほどですね、前回の動画を編集し終わったばっかりなんですけど、ちょっとカットをかなり多めに入れてしまって、ちょっと、あんまりカット入れすぎてもなという思いがちょっとありますから、なるべくですね上手に、進めていきたいかなと思っておりますけども、とにかくですね、最後の最後に書評はしていきたいと思ってます。でそれまではとにかくプレイに集中しながらですね、とにかく漏れがないように、悔いが残らないように最後のプレイをしていくというところですね。必要な防具はもう魔石の指輪ぐらいです。で最後にコッペリア皇帝に、せっかくだからちょっと話しかけて、壊れた人形を流しながら、大表現に向かっていきたいと思います。いやー、なかなかこう、いいですね、この音楽は。やっぱり本当に、サガ2は本当に名作なんで、いつかやりたいなとは思ってるんですけど、そういったこうなんというかこう意思を受け継がれながらこうできたゲームがこのロマサガ2かなと思っていて、で今回のプレイでも本当に言いたいことはもうほとんど言い終わりましたんで、もう十分満足しているというところですね。さて、いざ出陣ということで、ナゼル海峡を越えて、進んでいきたいと思います。今回本当に細かくですね、いろんなことを拾って、いろんな情報を拾って、いろんなことをこうお伝えしてき、たかなと思います。世界を巡ったりとか、今この世界で何がかつて起きたのかとか、あと七英雄が何を考えて、この世界に再び戻ってきたのか、そういうのも踏まえてですね、最後の最後というところです。にしてはこの巨人はもうスルーしていきますんで、でちょっとダンジョンというか、一応最後のダンジョンですね、ちょっと道のりがありますから、そこまでとにかく進んでいきたいと思います。で、この表現をうろうろして回ってるに当たるつもりはなかったんですけどね、一旦ちょっと出されたから退却はする必要はないかな、やっていきたいと思います。前回ですね、せっかくなんで、ちょっと最後諦めずに、一応無名剣を諦めないということで、もうちょっと頑張っていきたいと思います。攻撃はもう最高の攻撃を繰り出すのみですね。この人はもうどんどんギャラクシーやっていきたいと思います。普通にかなり強いですね。
相当油断してましたね、これは。まずいな。さすがに、まあこの見た目の竜だけあってちょっと強いですね。まあせっかくですからとりあえず生き返らせておきます。あ、まずい。あら、あらら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 、ら、わあ、もう最後ちょっとせっかくの戦いにケチをつけたくはないんですですね。退却しよう。まあおとなしく逃げておきますか。ああ、また当たっちまった。まあいいか。とりあえずもう倒せるでしょうから、倒していきたいと思います。っていうほどでもないんですけど、まあいいや、とりあえず倒していきます。はい、倒しました。ちょっと強いですね、やっぱり。あんまり戦いたくはないから。もう前回でもうレベル上げはもう終了しました。もうあれでもう今までないぐらいにレベル上げてやってます。まあ万全ではないんです。万全というか最終形ではないんですけど。さあ、ラストダンジョン来ました。いよいよ七英雄との決戦っていう感じがしてきました。まあもうラストダンジョンなんで全部の敵がこう出てくるような感じですね。まあいろいろいました、昆虫系から。あ、出ました、改ざんと。こいつはまあ無名拳を覚えてくれるといいなとは思ってるんですけど、まあ覚えて、なければもうしゃーなしというところですね。まあ敵は全部出てきますんで、あ、トリトンか。まあとりあえずやっていきます。はい、倒しました。余裕ですね。確か道はそんなに難しくはなかったと思うんですよね。はい、倒しました。はい、倒しました。いや、かなり緊張感があっていいですね。はい、倒しました。まあなんか無名拳覚えなさそうなんで、ちょっとでも火力を上げるためにやっぱ術を使おうかなとかちょっと思ってはいるんですけど、まあまあ大丈夫でしょう。やっぱり今まで本当七英雄そのものをですね、クイックタイムなしで本当やったことがないんで、今回もできれば使いたくはないんですけどね。まあ場合によってはクイックタイムもやむなしかなとは思ってるんですよね。はい、倒しました。まあ一撃で倒せましたね、これで。まあ大体の敵はもうほぼ、あら、なんだこれ、なんか方法があったんだったか忘れてしまいましたね。なんか確かこういう生き方をしたらいけたとかだったと思うんですけど。はい、倒しました。あら、なんか道が違うかったかもしれませんね、これ。そんなのがあったかな。あー、こっちですね、多分。なんかそうやったような気がしますね。あー、そうですね。はいはい。はい、倒しました。はい、倒しました。もうここが最後かな。
ああ、まだありますね。ああ、そうそう、亡霊系と、そうですね、骸骨と。ああ、出ました、カエルの殿様。スネークショットはまあ持ってますけど、まあ一気に倒していきたいと思います。ああ、カエルの殿様、強いですね、やっぱり。強敵でした。はい、倒しました。ああ、なんか人間系の敵もちょっと久しぶりに見たような、あ、こんなところに亡霊がいましたね。これでもう最後じゃないかな、ここはいよいよ。ああ、来ましたね、懐かしい。一応、まあ、決まりというか、まあ、ここで一旦セーブをしておきます。そして、で、ここはもういよいよ最後なんですよね、ここがですね。なので、陣形と、装備を見直していきます。で、今回のプレイはもう本当に、ああ、こういう感じなんだなと思いましたけども、陣形が弱いんですよね。いまいちなホーリーウォールで戦うという陣形になっております。で、どういう選択かというと、まあ最終工程はこの位置固定なんで、あとは攻撃力の高いこのメディア、この人をとにかくなるべく攻撃を受けないようにして、まあ、直接攻撃を受けたら一発で死ぬっていうことはよくあるんで、この人は後ろに下げる。で、あとはそうですね、高速ナブラがやっぱりちょっと強いんで、アウも後ろにやっておこうかなと思います。まあ、この2人とも盾装備なんで、この2人には常に攻撃をしてもらう。で、この辺はですね、まあ、壁役になってもらうというイメージですね。そして装備です。装備で、まあ、最終工程はもう常にですね、生きていてほしいところなので、魔石の指輪をここで装備します。これを装備したらもう確か外せなかったような気がするんですけど、あ、はいはいはいこのもう呪われた装備なんで外すことはできません。これでやっていきたいと思います。で、この人も基本的にはですね、まあ、常に壁役になっていく感じだから、まあこんな装備で、で、総門の、あ、精霊の指輪の方が強いのかな。まあ総門の指輪が多分指輪の中ではもう最強クラスなんですけど、この人は一応壁役なんで、まあちゃんと元気でいてほしいというところで総門の指輪。で、あとはですね、この人はもうマスタリーグラブっていう清さを上げる防具が必須ですね。あとスターストーンなんか装備してるんですけど、この人は火の攻撃を絶対食らわないんで、火の防御力の高いスターストーンを装備する意味はないんですけど、ここへ来てですね、三鏡の盾を装備しておきます。というか、なんで装備してなかったのかなと今思ったところでした。あとはこの人はもうこんなところですかね。そしてグライ、この人は竜鱗の鎧なんか結構いいものを装備していましたね。で、基本的には、知の術は食らいませんよ。食らわないことはないんですけど、防御高いんで。で、まあ、炎の攻撃に対して、この防御ができるスターストーンを一応持っております。で、ラバーソウルを持っていることによって、雷、将来も多少は、対策ができていると。で、この人ですね。この人はバックラー装備になってるんですけど、ああ、そういうことか。まあいいか。バックラーでも装備しておいて、で、アバロン聖衣と、あと、これは多少ですね、まあ、術による攻撃の耐性をつけておきたいんで、精霊の指輪を一応装備するという感じでいきましょうかね。でも、弓攻撃はもう一切しませんので、いらない。この辺はですね。で、この人ももうトアマリンの斧はいりません。で、リバティフスタッフはシャッタースタッフっていう回復技が多分打てるはずなんで、それには期待してます。さあ、こんなところですかね。準備としては以上になります。はい、そしたらいよいよですね、最終決戦に入っていきたいと思います。さあ、勝てるかな、まあどうかな、
この先は引き返せないぞ。ちょっと待て。いや、行くぞ。はい、行きまーす。さて、あの時の手紙を無視したクジンシーがここで、まあ、血の誓いですよね。シエユの本体を守らなければいけない最後の一人ということで、クジンシーがここにいるという感じです。サクッと倒していきます。あ、しまった。俺の挑戦を無視したなというようなことを言ってましたけど、飛ばしてしまいましたんで、まあ、いいかなということですね。シエユ倒していき、クジンシーですね。倒していきたいと思います。まあ、クジンシーなんで、多少、そうですね、命の術を使ってきますから、ギャラクシーをこの人は使います。であとはもうとにかく、そうですね、せっかくですからいろいろありますけど、まあここはもう本当本番ではないんで、サクッと倒していくぐらいの感じでいきたいと思いますんで、とりあえず攻撃します。この人もまあ、混合力で、攻撃力でも上げときますか、せっかくなんで。で、この人は不動拳でどんどん攻撃していくと。で、この人も、まあ、混合力でやっていきますかね。混合力じゃない。高速ナブラでとりあえず攻撃します。七英雄2形態、クジンシーの2形態ですね。クジンシー2形態は、まあ普通に強いんですけど、多分苦戦はしないと思うんですけどね。ソウルスピードを打ってきても食らえませんし、はい、こういう感じなんですよね。ライフスティールっていうのは、LP を取られるんで、かなり嫌な攻撃をしてきましたね。ライフスティールあたりがやっぱり来るとちょっと怖いなというところですね。うわ、再生するか、やはり。ということは、しょうがないですね。再生はもう覚悟で、あ、いや、ギャラクシーで総裁できれば総裁していきたいかなというところですね。ギャラクシー2発なんで、まあ再生を止められるかもしれないです。止まらない可能性もあります。やっぱりクジンシーは2回攻撃で目の攻撃をしてきますから、こっちも2回以上攻撃しないといけないという感じになりそうですね。これはもうソウルスティールの見切りがなければもう終わりですね。さてさて、まあそんなに時間はかからないと思います。道剣がめちゃくちゃ強い。ああ、勝てないか。再生しますね。仕方がないですね。エリクサーでバンバン回復を打って攻撃攻撃といきましょう。霊気が食らわないですね。あ、倒しましたね。ロックブーケ、ノエル、ツービエ、ワグナス。なんかエフェクトがなかなかかっこいいですね。またやられるとは。こうなったら最後の手段だ。誓いなど守っていられるかということで、準備はいいか、まだです。はい、では準備しよう。いやー、いよいよもう本当に最後になりました。最後にこの千羽鶴を使って回復をして、で最後のとこにセーブをして、さていよいよ最後になりました。勝てるか、まあ勝てるとは思うんですけど、やっていきたいと思います。いくぞ。いやー、来ました。本当に最後の戦いのまでなんとか実況することができました。いやー、なんかものすごいこう感慨深いです。今までのプレイで間違いなく一番ちょっと特別なプレイになってるので、 LP を回復するの忘れてましたね。まあいいか。まあとにかくやっていきましょう。クレムゾンフレアどんどん打っていきます。この人は無妙剣を諦めましたから、クレムゾンフレアがメインの攻撃と。
わあ、めちゃくちゃ懐かしいですね、このシーンが。まあとにかく戦闘に集中でいきたいと思います。さて、まず、まあ、せっかく作ったんで養成校、そしてあと、あ、まずですね、この段階でまずしなきゃいけないのはソードバリアですね。まず全員ソードバリアからいきましょう。でこれで剣による攻撃をしてくる、剣の攻撃してくるんですけど、一切食らわなくなりますんで、ソードバリア全員。そしてあ、テンプテーションですね。まあテンプテーションを食らう人はこの中にはいません。なのでなんか今目の前に出てくるこの人は一応ロックブーケだとは言われていますけど、なんかワグナスとロックブーケどっちかっていう話を昔よくしてましたけど、多分ロックブーケだと思いますが、テンプテーションは食らいません。だからこの時点でいろいろやっとくのがいいんですけどね。まあでも特にあとは、あ、リバイバーもかけておきますか。とりあえずリバイバーかけて、この人は養成鋼なんかを使っておきましょう。あんまりしつこいことはやる必要はないんで、ありませんが、この人も、そうですね、まあ、特にはあれなんで混合力。そしてこの人は混合盾があるんで、混合盾を、あ、これがあるなら盾装備戦でもよかったなという気が今してますけど、まあいいや、この人に使っておきます。でこの人もリバイバーがあるんでリバイバーかけときます。まあテンプテーション打ってくる間にですね、いろいろやっとくというのが大体上等手段なんですけど、まあ、正直今まではですね、クイックタイムでしか本当倒したことがないから、どんな攻撃してくるかすらあんまり知らないんですよね。まあ本当に10年前の記憶で戦ってるという感じです。でリバイバー全員にかけてもいいんですけどね、どうなのかな、やった方がいいのかな、ちょっとあんまりあれなんですけど、まあせっかくだからリバイバー全員にかけておきます。であとこの人はもうやることは終わりましたんで、攻撃していって、でこの人もそうですね、もうやることがなくなりましたね。攻撃をしていきます。そしてこの人は混合盾がすごくいいよっていうは聞くんですけど、まあなんかしなくても良さそうな気がするんで攻撃していきます。不動拳を発動。であとリバイバーをですね、この人にかけておきたいと思います。2000か、まあ、まあ強くはないですよね。まあテンプテーションは食らわないんで全然大丈夫です。さあこれで出てきました。こうやって出英雄全員がこう外にこう浮き出してくるんですよね。これは確か僕音だったと思います。あら、僕音やったかな、ちょっとなんか曖昧になってますけど、まあ、そんな感じで誰かリバイバーかけてなかったような気がしますけど、まあそのままやっていきたいと思います。クリムゾンフレア意外に打てる回数少ないかもしれないんですけど、まあやっていきたいと思います。この人ギャラクシーで、この人は武道拳を発動。さあいよいよ本格攻撃開始です。電撃か、わ強いですね。回復が必要ですね。まあテンプテーションは大丈夫です。電撃とか打ってくるのはスービエになるのかな、ちょっと本当今なんかあんまり思考が働いてないような気がしますが、とりあえず全員出てきますんで、全員出てきたらちょっと厄介だというイメージはあります。あ、ノエルですね。ノエルが出てきても大丈夫です。この人の攻撃はもうほぼ食らわないので、だから確かこの時点で3回攻撃、あ、この時点で4回攻撃ですね。これがダンターグ。そして、クリムゾンフレア。で、この人は自分で回復しておきますか。結構。ギャラクシーで、不動拳で高速ナブラ。ポイズノブロー。あ、これはまあちょっと毒なんで早めに回復しておいた方がいいかなというとこですね。
つむじ風は食らうんですね。剣技ですけどね、まあ、風技といったところでしょうかね。あら、やっぱ結構やっぱきついですね。あれれ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 れ、やっぱ強いですね。これにメールストロームとかしてくるとかなるとちょっと倒せるのかなという気持ちは。しかも高速ナブラがあんま食らわなかったですね。これがなんかワグナスなのかロック武家の、まあ多分これはワグナスなんでしょうけども、あら死にましたね。まずいな。とりあえずちょっとまず回復を。この人は月光で回復をして、で毒になってる人物はいないんで、まあ回復して同剣で、まあ、意外に弱かったんで回復しておこう。まあ回復しておきます。あら、いやー厳しいな。やっぱ強いですね。あー、まずいな。マリオネットか。あ、大丈夫でした。あれ、触手は、まあ、食らいますよね。リバイバーが発動しましたね。いやー、まずいな。やっぱ強いですね。なんか本当倒せるかちょっと心配がかなり膨らんできましたね。いやー、ちょっと、大変ですね、これは。とりあえず、まあ、この人一番先に攻撃ができるから、まずは回復をして、で、回復をして、で、まあ、この人はもう攻撃しておくか。あ、いや、この人も後で攻撃する、回復するっていうことで、一旦回復に回りましょうかね。そして、いやー、なんか高速ナブラがあんまり食らわなかったのがちょっと気になりますけどね。ゴーストライトは精神防御が高いんで食らう人は多分、まあ、いないことはないか。今スタンしなくてよかったなーって感じですけど、カナイたちは防げない。いやー、まあまあまあなんとか。出てきますね、敵がどんどん。これで、あ、スービエが出てきましたね。スービエはタコですからね。とりあえず前3人回復ですね。で、この人は一番最初に行動できるんで一旦回復をして、でこの人も自分を回復で、この人はエリクサーで一応皇帝を回復させつつ、後ろは攻撃というパターンでいきましょう。あら、まずい、まずいか。まあなんとか持ちこたえましたね。皇帝が持ちこたえたんでどうにかなりそうです。ただエリクサーを打てないのがちょっときついですが、あ、ウィンドカッターはソードバリアで防いだということになるのかなと。あ、そうか、麻痺してるんでソードバリア使ってない。で、あ、最後出てきたのがクジンシーですかね。あ、これが牧音で、最初の黒いのがクジンシーですかね。おそらくそうです。さあ、これで7人全員、1,2,3,4,5,6,7人全員出てきましたんで、再生もするようになってますんで、まずはちょっと立て直すところからやっていきます。ちょっと、回復多めで、いきますか。エリクサーを自分に使って、ちょっとここも立て直しのために、いや、まあそうですね、ちょっと立て直しのために一回回復を挟んで、まあ、この人もですね、ちょっとリバイバーを再度かけておきますか。ちょっと立て直しを図りましょう。あの、なんか敵が攻撃してこないんで、ああ、やっぱ来ましたね。アビスゲートっていう技を使ってきて、
これがどういうアストラルゲート、これがどういう効果があるのかもうすでに忘れてるんですけど、なんか一人いなくなった感があります。あ、どういうことかよくわからないんですけど、とりあえずでエリクサーをちょっと無駄にかけてしまいましたね。まあこれでなんとか立て直しが効いたかなというところなんですけど、さーてここからとりあえずちょっとクリムゾンフレアで一回命術をちょっと下げて、であとはですね、回復消しきれてないんでちょっと後ろのこの人回復して、でこの人もそうですね、とりあえずは一旦ギャラクシーして、あ、一回死んだんでソードバリアをちょっと自分に使っとこう。でこの人は攻撃で、攻撃という感じでいきますか。さあここからが本番ですね。なんか倒せるといいんですけど、あ、チャージを見切ったまあいらないといえばいらない、あ、いいですね。流し切りは食らいません。クリムゾンフレアは追加効果で命術を下げる効果がありますから、さあどうでしょうかね、この後なんかあんまり攻撃してこなかったですね。たまたまだと思いますけど、まあやっていきたいと思います。前のこの人は、自分で回復、そして、そうですね、まあ、ギャラクシー打っておくか、いや、まあいいか、ギャラクシー打って同剣に、まあ、高速ナブラでいきましょう。ボーテックス、これはいろんな術をかけたのを確か解除するやつだったような気がするんで、あら、これで不動拳は解除される、あ、ソードバリアが解除された可能性がありますね。ちょっと忘れましたけど、ボーテスクっていうのは技がかかってるやつを解除する技術なんで、ちょっと忘れましたけど多分結構やばいです。これは結局何の効果、あ、ミスですね。ミスしたんでよかったなというところです。何の意味があるかはちょっと忘れました。ちょっとボーテックスの効果が気になるんですけど、多分まだもうちょっと死なないと思うんですよね。とりあえずパワーは結構回復してます。攻撃していこう。で、ちょっと試しにちょっとソードバリアしておきます。ドースケンと、あら、モーテクスをまたしてますよこの人。あー、ミルストロム、まずいまずいな。誰がどのくらい食らうか。あー、まあ食らわない人も結構いたんでどうにかなりそうですけど、連発が怖いですね。ソードバリアが意味があったかどうかはちょっと不明です。まあ多分まだまだ多分死なないと思いますんで、再生はもう多分止めることはできないです。さあここはですね、一旦全員回復といきますかね。全員というか、グライ以外を全員回復させておきます。で、エリクサーが、あ、エリクサーもったいないけど、まあいいか、エリクサーを使っておくか。で、この人ばっかりは一応武道拳使ってからの、この人はアースヒールで、回復という感じですね。サイコバインド、あ、まあ防御した人に行ったんで良かったかなというところですね。まあ麻痺してしまいましたけど、本特権、あー、やっぱり不動拳の効果、あー、ソードバリアの効果が切れていますね。あ、今のはですね、ソードバリアの効果でダメージがなかったというふうに思います。あー、なんかでもだいぶいい感じですね。なんとかなるんじゃないかなと思いますが、この人は、あ、
体力も大丈夫そうなんで、クリムゾンフレア打って、で、この人エリクサーでこの人を回復させて、武道拳の、で、武道拳、そうですね、ここあたりで、皇帝を回復させておくという感じでいきましょう。はい、読みは的中ですね。ああ、なんとか死なずに済みました。さてさて、どうかな、多分まだ、ああ、なんかこの効果ちょっといまいちよくわかんないんですけど、とりあえずちょっと元に戻ったのかなというか。はいはい。まあなんか順調なんじゃないですかね、とりあえず。ちょっとクリムゾンフレアの、あと回復要因、回復は、とりあえずちょっとグライを回復させて、そうですね。まあギャラクシー打っときますか、ギャラクシー。で、不動拳の、ちょっとまあ、余裕を見てアースヒールで皇帝を回復させると。が、体当たりか、音速拳は、あ、ダメでしたね。とりあえず、リバイバーがかなり、効果的でした。さてさてどうかな、なんかもうそろそろいいんじゃないかなという気がちょっとしてきましたけど、フレームエップ、麻痺か、麻痺がちょっと嫌なんですよね。おっと出ました、術ポイントがなくなりましたね。この人はもう攻撃するしか方法はありません。さあここへ来て無名拳を覚えなかったのが響いてくることになりましたね。少しさあ、あとはこの人もそうですね、とりあえずは月光を使わなきゃいけない人は、まあいいか、この人はちょっととりあえず攻撃をして、で、この人でちょっとエリクサーを一発使っておきましょう。で、この人は、攻撃します。かまいたちか。ネクラキシ、あ、よかった、見切り。見切りの効果はやっぱ絶大でした。かなりラッキーでしたね。まあ、今のもちょっと防御してた、防御の効果が陣形のおかげであったので、毒の、ミスか、毒は結構食らいますね。この人はもう攻撃しかないで、攻撃してで、そうですね、こう回復させて、この人は今回復術を使ったんで、駆動拳しておきましょう。で、高速ナブラは外しがちなんで、そうですね、ここあたりちょっと回復入れておきます。的中でしたね。触手が1600でもう一回食えましたけど、 LP がまだ残ってるとは思います。スタンカーちょっと痛いですけど、触手が1600ですからね、それはちょっと予想が的中してラッキーでした。どうか、まだ死なないですね。まああとまたやっていきたいと思いますが、まあこの人はもう攻撃を、いや、月光を使ってから自分を回復で、まあこの人はちょっとまあ術ポイントがちょっと怪しくなってきたんで、ちょっと普通に攻撃をします。誰好きで、不動拳が終わったか。さすがにここへ来るとちょっと微妙なんですよね。ちょっとソウルバリアとりあえずしておきます。で、この人はもう攻撃していきましょう。さてさて、スタンか。で、これでダメかな。ダメですね。ちょっと LP0 になりかけてますね。まずいな。はい、終わりました。
ました。最後のやっぱあの声が、ちょっとあの声を聞いただけでもちょっとこう叫び声というか断末魔ですよね。あれがやっぱすごく印象的で、エンディングに入ってまいります。まあもう本当このエンディングがですね、見たくて何度もプレイをしてました。もう本当に懐かしい。このシーンとかも本当に好きなんですけど、まあ、今回 7A の期間見た後なんでですね、なおさらちょっと感慨深いものがありますね。いや、この人たちは本当に英雄だったんだということはまあ分かったというか、まあ、それを見た上でこのエンディングもちょっと感慨深いものが本当にあります。でもグラフィックが本当に綺麗で、いや素晴らしいですね。はい、ということでロマンサガ2クリアしました。いやー、なんとも言えないこうなんかこうやりきった感がありますね。今までそうですね、何度もプレイしてきましたけど、やっぱり一番印象深いといえばそうかもしれないですけど、やっぱ初見の時の印象も拭えないですし、その後こうだんだんやり込んでいって良くなっていったというか楽しくなっていった感じもすごくありまして、今思うと本当に一回一回のプレイがやっぱ楽しめてたのかなというところですね。はい、本当にこれでクリアしてしまいましたから、まあ、ロマサガ2の実況はこれにて最終回ということになります。いやー、本当にですね、楽しかった。本当に素晴らしい作品だったなと思います。で、エンディング初見の方はちょっと気をつけていただきたいんですけど、このエンディングは本当最後までぜひ本当に最後まで見てほしいと思いますから、ちょっとまあこの間私の最後の書評ということでお話をして、でエンディングとともに実況も終了という形にしたいと思います。時間も46分ですから、まあ1時間近くなるかなとは思うんですけど、もうこの回が最終回ということで、進めていきます。とにかく書評としてはですね、本当に、まあ、実況そのものがですね、やりたくて、まあ、うずうずしてたようなところがあったんですけど、満を持して、まあ、著作権とかもですねあって、まあ、満を持して実況をやってみたところでした。で、まあ、YouTuber を始めてから本当に絶対やりたいと思ってて、でその第一作目にしてはもう本当にふさわしすぎる素晴らしいゲームの実況第一弾として、このロマサガ2ができたことが本当に良かったなと思います。なんともこう、まあ、YouTuber 始めたての頃もですね、なんか中途半端な実況みたいなのをちょっとやってみたことはあるんですけど、まあ、あの当時はまだまだ動画の編集とかも本当に未熟だったと思いますんで、まあ、今はですね YouTuber4 年目に入っていろんなこう動画の編集技術とかも覚えて、このですねロマサガ2の実況をそれなりに見せることができたっていうこのタイミングで、まあ、ロマサガ2を実況できたことが本当にまた良かったと思いますし、10年っていう歳月を経たことによって、まあ、私の中でもそれなりにこう、まあ、よくいい感じでこうロマサガ2を忘れてて、たというのもありました。ちょうどいいなというか、まあ、そのタイミングもあって本当に素晴らしいタイミングだったと思いますし、楽しめたのかなと。タイミングで言えばですけど、リユニバースの方で七英雄ガチャが来るっていう直前に実況を始めて、で実況をやりだして2回目ぐらいでいきなり七英雄の帰還がですねクローズアップされて、でそのタイミングでまた見ることができたというのも本当に素晴らしかったですね。まあ、七英雄の帰還に関してはもう本編をぜひ3時間以上ある長い内容ではあるんですけど、素晴らしかったと思います。特にロマサガをプレイしたことある1回でもプレイしたことある方はすごく楽しめるんじゃないかなと思いますし、プレイしたことない人でも全然そういう人たちがいたんだっていう心に残る作品なんじゃないかなと思います。
で、CJU の期間を見たら多分ロマサガ2またプレイしたくなるんじゃないかなと思いますね。本当にそれだけ本当に素晴らしいあのミュージカルだったかなと思いまして、いやーでも本当にですね、懐かしかったかなと思います。10年前はさることながら一番最初にプレイした高校2年生の時のシーンなんかがですね、ありありとこう蘇ってきて、やっぱり実況を通してプレイしてるっていうことはやっぱりこうなんかこういろいろ考えてますから、で何を言おうかとか、どこでどういう情報を挟もうかとか、そういうことも考えると当時のことを思い出して、あの船旅が流れてる時に高校2年生の夏ですね、めちゃくちゃ暑い中あのテレルテバをうろうろして回ってたなとか、あとですねかなり思い出深いのが、大学の入試が合格発表があったその時にですね、あのロマサガ2をやってて、竜装ゲイボルクをゲットしたと同時にですね、大学の合格の知らせが来たとか、なんかそんなのをちょっと思い出したりもしましたね。懐かしい。本当になんかこう高校生の時って勉強もしてましたけど、やっぱゲームもしてましたんで、まあ、本当にですね、いや音楽がいいですね。本当にこう、あ素晴らしいですね。このタイトルの曲が流れてくるとちょっと感動して、ちょっとうるっと来てしまいますけど、いやー良かったですね。本当にやりきったかなと思います。無名拳覚えれなかったですけど、まあでも本当に出し切ってですね、皆さんにお知らせしきってからの実況が完了したっていう思いが結構あります。いや本当に、いやーちょっとやりきりました。もう本当に申し分ないぐらいにですね、楽しんでやれましたし、皆さんにロマサガ2をお届けすることができたんじゃないかなっていう思いがかなりあります。でですね、シチエイユも本当にクイックタイムなしで倒すことができて、まあ多分大丈夫だろうなっていう、やっぱり今はもう随分そういう感覚がもうありますから、多分大丈夫だろうなって思いながらの戦闘ではありましたけど、やっぱりこう、まあ、ゲームをしてこうハラハラしながらある程度こうすることもできたし、大人になってからゲームする、こうある意味こう俯瞰してこう物事を見ながらゲームする楽しさっていうのもありましたし、まあやっぱり初めてプレイした高校生の時の思い出と、まあ今がこうつながってる感じ、そしてまあロマサガ2のシチエイユの物語、そしてバレンヌ帝国の物語というところでもですね、さらにこう深く体験しながら体感しながらできたのかなと思いました。はい、さてちょっとこのシーン本当に見てほしいんですけど、じっくり見ていただこうかなと思います。ここですね、ちょっと読もうかなと思ったけどちょっと読めませんでしたね。なんか冗談なしで本当に感動してしまって、ちょっと今本当に
読めません、ちょっと。いやもう本当に、不覚でしたね、本当に本当に感動してしまって、もういやーちょっと最後読めなかったですけど、もう本当にいや素晴らしいシーンなんですよ本当に。いやーゲームでちょっと、まあ本当に今もうちょっと涙声に本当になりそうなんで、あんまり喋なんとか喋ってる感じなんですけど、さっきのシーンはもう本当にグッときますね、やっぱり。まあ、このシーン、まあ、さっきのですね歴代皇帝のシーンを見るためにやってるみたいなところでもありますけど、あそこのシーンと、そしてこのみんながこう見守ってる場面というか、いやー本当に素晴らしいですね。ちょっと最後のシーンはセリフがまして読めなかったです、本当に涙出てしまって感動しました。やっぱりちょっと今回はちょっと特別でしたね。いやもう本当に多くの人にプレイしてほしいゲームですね、素晴らしいと思います。レオン・ビクトール・ジェラール、そしてまあ最後に一緒に戦った仲間のもとに、まあ、最終皇帝は帰るという感じで、いやー素晴らしかったですね。時間、まあ、約1時間近く今録画してるんですけど、はい、ということでこれで、実況本編の方は全てが終了ということになります。はい、もう本当にですね、中で、まあ、特に途中で全て語って、それで終わりにしたいかなと思います。本当に、楽しんで見ていただいた方、本当にありがとうございました。で、本当に、カセイスケとしてゲーム実況第1弾にふさわしい素晴らしいゲームでした。で、本当に楽しんで実況できたことが本当に、何より良、かったかなと思います。最後めちゃくちゃ感動してしまいました。もう本当に、多くの人にプレイをしていただければなと思いますし、ロマサガ2、まあ、サガシリーズもちろん全般含めてですね、ロマサガ2がずっとこれからも何世代にもわたって、たくさんの人に感動を与えてくれればなと思って、動画の方を締めたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。カセイスケでした。